こんにちは。今回は豊平区と菊水。割と広範囲を観察いたしました。サブロク沿いみそのの建物です。昔市電が走ってたんですね。私最近まで知りませんでした。当然ね、飲み屋街とか居酒屋の入っていただろう建物が今でも残っております。ここからはね、菊水です。非常に渋い昭和さながらの建物がありました。コンクリート、木造。 渋い素材の建物がこのビルとかねマンションの横に立ち並んでおります隣には金物や居酒屋そしてお菓子屋なんかがねありますここの商店街一つで全部買い揃えることができるのではないでしょうか散髪もできますからね そして、ここからは、平岸ですね。平岸にも、今まで気がつかなかったんですけど、現代と昔の融合された建物があってね、びっくりしました。ここもね、よく通るんですけれども、気がつきませんでしたね。ぜひね、中に入って、様子もあの報告、観察したいと思います。このお米屋さんとか布団屋さんとかね、この表記は非常に味わいがあると思いませんか皆さん、ありがとうございました。